駅名標と、市会を示す看板北灘駅は、愛媛県大洲市長浜町今坊にある、四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は、S11、標高13メートル。駅の敷地は、伊予市二見町口にまたがっている。短式ホーム一面一線を持ち列車同士の、行き違いのできない、地上駅である。かつては、 島式ホーム一面二線の交換可能駅であったが、向原駅から内子駅を経て、伊予大須駅に至る線路の開業により、予算本線の向原駅から伊予長浜駅を経て、伊予大須駅に至る部分の列車本数が激減し、開業からしばらく経った頃海の方向にある一線が撤去された。この駅は、 海岸線ギリギリまでに迫る山の葉の狭いスペースに何とかホームと線路を設けており、海側に出口を作るのに駅舎はもう建てるスペースがないため、ホームから急な階段を降りてその下に駅舎があるという形態を取っていた。現在ではその駅舎も撤去され、跡地には小さなトイレが一つ建設されている。駅の山方向には駅の利用仕方から分岐した短い側線が一本。 あるがこれはすでに使われていない。元は交換駅であったため、タブレットによる閉塞が採用されていた時期には、駅員も配置されていたが、現在は無人駅となっている。また、駅の近くにある古くからの商店では、乗車券の販売を受託しており、一部の乗車券等の購入が可能な簡委託駅であったが、現在ではこちらの委託販売も終了している。 なおこの駅は、前述の通りホームが高い位置にあるため、ホームからは広い海がよく見渡せる。駅から数分歩くと海岸に出る。この駅は、伊予市と大須市の境にあり、ホームの中ほどに、市境が走っている。合併前には、これが、伊予郡と北郡の境であり、かつてその位置には、郡境であることを示す標柱が立っていたのだが撤去、されている。現在、市境には、 観光列車、イオナダ物語のアテンダントにより描かれた大寿司、ゆかりのルリ姫と、イオシゆかりの五色姫のイラストが描かれた看板が立っている。ホームからも海がよく見えるがその海岸へは、駅からものの数分歩き防波堤を越すだけで到達でき、駅から横松郷川の河口もほど近い。この辺りの海岸には、砂ではなく青い石があり近くにはその青い石を、 集めて作った小さな公園もある。この駅は1935年の10月6日に国鉄の下灘駅から伊予長浜駅までの開通と共に新通区間内唯一の中間駅、北灘駅として開業した。この日には愛媛線全線の改め機がなり、高松駅から下灘駅まですでに伸びていた予算本線が愛媛線を含めて伊予大須駅までがながったため、 高松駅から伊予大須駅までが合わせて予算本線とされた。そのためこの駅は開業当初から国鉄予算本線の駅である。1986年の3月には向原、内湖間の新線の開通により、向原駅から伊予長浜駅を経て、伊予大須駅に至る線路が幹線としての役割を創出したためこの駅においても優等列車が通ることはなくなった。 この駅は、その後1987年4月には、国鉄の分割民営化により、四国旅客鉄道の駅になって、現在に至っている。予算本線は1988年6月に、予算線に解消された。ありがとうございます。